はい、ということで皆さんおはようございます。パクセレンでございます。本日やってきておりますのは東海道本線、東海道新幹線、小田急線、それから箱根登山線、大雄山線が乗り入れる神奈川県西部最大のターミナル駅、小田原で、今回はですね、この小田原駅から動画のタイトルにもあるように、なんと最短10分間隔、ものすごい勢いで出発していく特急列車があるということなので、今回はそれを見ていきたいと思います。この小田原を発着する特急列車というかね、第一には小田急ロマンスカーを想定する人が結構いるんじゃないかなと思いますけれども、実はですね、特急ロマンスカーではありません。この JR の特急列車、この5番線6番線の発車表、上から2番目デパルチャー特急湘南東京と書いてありますけれども、そう、今回ご紹介しますのは特急湘南号です。もううちのチャンネルでも何回もご紹介している列車ですが、この特急湘南号はもともと湘南ライナーとして走っていたものが、2021年3月のダイヤ改正でライナーから特急に格上げされ、そして現在 E257 系特急型車両によって運転されている小田原、そして東京新宿間の特急列車。今回ですね、この特急湘南号が小田原駅を最短10分間隔というとんでもない勢いで出発していく様子を、この小田原駅から皆さんにご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ちょうどね、ここに指定席券売機がありますんで、ここで見ていきたいと思いますが、小田原から適当にね、これで茅ヶ崎とか選択するといいんですよね。全ての列車が同じ行き先で走るというわけではありませんので、こんな感じで見てみますけども、この小田原を最初に出発しますのは6時20分特急湘南4号、そしてその後10分後に、この小田原を出発していく新宿行きですね、こちらは特急湘南22号というのがあります。これ特急湘南4号と湘南22号、小田原を出発した段階ではこれ10分差があるんですが、しかし茅ヶ崎の段階ではこれ3分差にまで縮んでいるんですね。そしてさらにその後11分後に特急湘南6号、さらに17分後特急湘南8号で、さらにその後ですね、次の時間帯見てみますけども、79分24号、26分10号、そして45分26号、8時2分湘南12号、そして最後が8時25分発特急湘南14号という形で、なんと約2時間の間に9本の特急湘南号が東京方面へ向けて次々と出発していくわけです。ここまでね、本数がまとまっている特急列車というのはありませんよ。一応ね、10分間隔とかそれぐらいのものすごい間隔で出発していく特急っていうのは、他に無料の特急列車でもありますし、有料でも近鉄特急などがそうです。しかし近鉄特急の場合は、例えば大阪行きの10分後に賢島行きが出るみたいな感じで、方面は全然異なることが多いんですが、この特急湘南に関しては違いまして、もうね、10分間隔で東京行きと、それからこの小田原から出発する列車は新宿行きの2つがあるんですが、まあ東京も新宿も似たようなもんじゃないですか。そんなめちゃくちゃ離れてるわけじゃないからね。山手線の東側と西側のターミナルをそれぞれ結んでいるということで、なかなかね、ここまで変わった特急というのは他には存在しないんじゃないでしょうか。また特急湘南号っていうのはね、踊り子号でもそうなんですけど、列車によって両数が異なります。こっちの青色の乗車口、こちらは特急踊り子号、それから特急湘南号の9両編成乗車口、それからそこから少し離れたこちらには特急踊り子湘南号の14両編成の急行車乗車口があります。またこの東海道線では特急湘南号で使用されている E257 系を使って特急踊り子号というのも運転されているんですけども、その特急踊り子号っていうのはね、他の路線の特急列車、例えば中央線のあずさ号とか、それから常磐線の日立号などとは違って、あまりビジネス需要というのはありません。まあ、観光輸送をメインとした列車ですから、朝、それからまあ午前中にかけての時間帯に伊豆方面に向かう下り列車、逆に午後の時間帯には東京方面に向かう上り列車が主に運転されています。サンライズが来た。サンライズですね、結構乗ってるわ。まあ、そんな感じなので、上りの特急踊り子号がこの小田原駅に到着する時間というのは遅いんですよ。最終の特急湘南号東京行きがこの小田原を出発するのが8時25分、そして上りの最初の東京行き特急踊り子号がこの小田原を発車するのは11時47分。特急湘南号の最終列車とそれから踊り子号の始発列車の間には約3時間の開きがあるわけです。さあ、奥の方からやってまいりました。6時20分発特急湘南4号の東京行き、ただいまの時刻6時10分なんですが、ちょっと入線早いですね。ダイヤ改正前はね、もっとギリギリのなんか発車2分前とかに来てたんですが、ちょっとダイヤ改正で時刻が早まったみたい。ちなみにこの小田原を出発する特急湘南号はこの4号が最初なんですが、じゃあ特急湘南2号は存在しないのかというと、実は存在しておりまして、ただこの特急湘南2号に関しては小田原ではなく、この先さらに東東京方面に行った平塚を始発としている特急列車です。
小田原始発ではない特急湘南号っていうのも一部存在するんですね。この特急湘南号は列車によってかなり運行ルールとかバラバラになっています。この特急湘南号に関しては今5番線に上野東京ラインの電車が来てますけども、この隣に止まっている上野東京ラインと全く同じルート、ずっとこのまま小田原から神津とか平塚、それから藤沢、大船、横浜などを経由して品川、そして最終的に終点東京へ至るという走り方になります。しかしこれが列車によっては本当に全然違うような走り方をしまして、例えば一部貨物線を走行したりですとか、あとは横須賀線の線路に入ったりなど様々あります。隣にはちょうど貨物列車も来ましたね。特急湘南号の中にはこの小田原を出発してすぐに東海道貨物線に入る列車というのも存在しているんですが、しかしこの列車は東海道貨物線には入りませんので、すぐ目の前に貨物列車が走っていてもそんなに問題にはありません。まあ貨物列車だってこの先多分東京貨物ターミナルとかその辺まで止まらないと思うので、この貨物列車が特急湘南号の邪魔をするということもあまりないのです。ちなみにこれらの車両はですね、みんな昨日の夜のうちに特急湘南号としてこっちの方面にやってきた車両たちです。そしてじゃあ大量のこの特急湘南号にあてがわれる E257 系はどこから湧いて出てきたのかと言いますと、夜のうちに様々なところに分散して留置されておりまして、ここから一番近い神津に、ね、車両基地がありまして、あの横交通なんて呼ばれてますけれども、その神津車両センターで寝泊まりして、そして翌朝この小田原に送り込まれて特急湘南号の任に着く者もいれば、この先さらに下ったところにあります静岡県の熱海でね、実は夜を明かして、そして特急湘南の運用に着くというものもあります。あとは他にいましたかね、あと茅ヶ崎とかにもいるか、茅ヶ崎にも実は何本かこの特急湘南用の E257 系が留置されていて、わざわざ茅ヶ崎から小田原まで改装して、そして折り返しこの小田原から特急湘南号の運用に入るというものもあります。茅ヶ崎とかそれから神津車両センター方面からこの小田原に送り込まれてくる E257 系にも実は2パターンありまして、この小田原駅に茅ヶ崎神津方面から直接入線するものと、それからね、小田原を1回スルーして、そして一旦ねこの先にあります根府川という駅まで行って、そこから折り返しこの小田原に入ってくるものといろいろあるんですよね。だからもしかするとちょっと僕の勘違いだったら申し訳ないんですけど、あのこのね運用一連のこの車庫を出てきて、そして小田原駅に据え付けられて、お客さんを乗せてはいじゃあ東京方面に向けて出発ってやるまでのこの一連の流れが同じ特急列車って多分2本とないんじゃないですかね。小田原駅の発車メロディー、お猿の囲いが絶賛流れてますけれども、時刻はただいま6時19分、特急湘南4号東京行きの出発時刻が迫っています。お客さんは小田原からであればほとんど乗りません。急いでいる人は JR 東海、東海道新幹線、安く行きたい人は小田急を使うから、この小田原からね特急湘南に乗るメリットってそんなないんですよね。ただしこれがもっとこれよりも東の平塚、茅ヶ崎、辻堂、それから藤沢、大船あたりになると話は変わってきます。そっちの方面になりますと、もう通勤ラッシュはとんでもなくひどくなっているので、特急に逃げようという人は本当に多いんですよね。この小田原からだったら別に始発列車がたくさんあるから、特急なんか座らなくても別にね、あの普通列車の自由席、それからグリーン車でも十分快適に行けるわけですが、しかしこの特急に乗っている人はほとんどいません。今やっと1人目ですよ、2人目、3、4、もう誰も乗ってない号車が本当多いですからね。5、6、10人と乗ってなかったな、10人も乗ってませんでした。本当にすごいね、14両編成で乗客1桁ってなかなかすごいんじゃない。そして今特急湘南4号始発の特急が出ていったにもかかわらず、もうホーム上では1本後の10分後に出発する特急湘南22号新宿行きの案内が始まっています。もともとこの特急湘南22号はね、ダイヤ改正前の2021年3月のそれこそ特急湘南がデビューしたダイヤ改正のタイミングでは6時25分発となっていて、途中平塚で先ほど出発していった特急湘南4号を追い抜き、茅ヶ崎そして藤沢の各駅には特急湘南22号が先着するダイヤとなっていました。ただ今年のダイヤ改正で特急湘南22号のダイヤがちょっと繰り下げられまして、そして6時30分発に改められ、特急湘南4号に追いつくのはさらに平塚から東へ行った藤沢ということになっています。真横でお猿の籠屋を流して上野東京ラインの電車が出発しようとしている横でやってきました特急湘南22号の新宿行き。東京方面の特急湘南号に関しては下りが1号、3号、5号、7号、9号という順番で付番され、上りの方面に関しては2号、4号、6号、8号、10号という形で付番されているんですが、新宿方面に関してはプラス20ということになっています。
だから新宿方面、この電車が最初の特急湘南号ということになるわけですが、しかしこの列車は特急湘南2号ではなくプラス20した特急湘南22号。これは湘南ライナー時代から変わっていません。まあ最も湘南ライナーとして走っていた時代には、新宿行きの特急は、特急失礼、ライナーは湘南ライナーではなく、おはようライナー新宿、もしくはホームライナー小田原として運転されていました。こっちの方に関しては9両編成です。新宿方面もまあまあ重は大きいんですが、しかしこの特急湘南22号に関してはこの先必ずね、茅ヶ崎駅とそれから藤沢駅で貨物線のホームに入らなければなりません。そうじゃないと新宿に行けないからです。なのでこの特急湘南22号それからこの先出ます24号26号に関しては、これらの列車は貨物線のホームに収まりきるために9両編成で運転されています。さあまた大猿の籠屋が鳴りまして、6時30分発特急湘南22号が今度出発します。本当に車内のお客さん乗ってないですけどね。まあそもそも JR だって小田原からそんなに需要があるとは思ってないでしょうから、そんな問題はありません。この先富士山を出た段階でお客さんがたくさん乗っていれば JR としては問題ないのです。ただやっぱりね、富士山を始発とかするわけにはいかない。マジかよ。まあだからね、あの小田原からお客さんが乗っていなかったとしても、まあ、別にそんなにね JR としては損はしないんですよね。今ここで特急湘南22号が出発していく中、隣の5番線にはもう次の特急湘南が据え付けられようとしています。もう来んのか。今ここで出てくじゃないですか。ちなみにこの電車はここから先全区間において貨物線を走行することになっておりますので、先ほど出ていった10分前の特急湘南22号失礼特急湘南4号と比べると加速は2分目です。この先すぐに転線しなければならないですからね、速度制限がかかるわけです。今ちょうど加速切りましたね。あっちから来たわ。そっちから来んの。特急湘南6号の到着です。この車両はおそらく茅ヶ崎とかその辺から直接送り込まれてきたやつなんじゃないかな。いやてっきりね、あの熱海方面から来ると思ってたんで、ちょっとこれは不意打ちですわこんな感じでじゃんじゃん来るんですよ。ほんとすごいよね、よくこんなたくさん走らせられるようなと。今ちょうど5番線に特急が入りましたので、次の6番線の出発は上野東京ラインです。まあそれね、ずっと特急ばっかり走らせてるわけにもいかないですからね。これに関してもこれも9両編成です。この特急湘南6号はもともとはね、確か品川駅としてダイヤ改正前走ってたんですけども、今年のダイヤ改正で品川駅から東京駅に延長されました。この列車に関しても9両編成ですが、この列車も先ほどの22号と同じようにここから先貨物線を走行することになっています。さあ今ここで停車しておりますのは、これは熱海からやってきたやつかな、上野東京ラインの小金行きです。この電車が6時39分にこの小田原を出発するんですが、これの2分後に反対側の5番線に停車中、特急湘南6号東京行きが出発することになっています。まあ、そんな2分前にね、特急の2分前に普通列車なんか出しちゃって大丈夫なのかと。大丈夫なんですね。この今6番線から出発している普通列車とこの5番線に停車中の特急列車は、そもそも小田原を出発してすぐに運行ルートが変わります。この普通列車に関してはここから先ずっと鴨宮、高津、二宮、大磯、平塚というふうに東海道本線の旅客線の方を走っていきますが、この特急湘南6号に関しては小田原を出発してすぐに貨物線に入りますので、貨物線に入ってしまえばね、別にこういう横に止まっているようなこういう湘南色の E233系とか E231系みたいなのはいませんので、だから別にこの特急湘南6号に関しては前を走っている今出ていった小金行きの上野東京ラインを気にすることなく好き勝手走ることができるわけです。これ本当によく考えられてますよね。他の中央線とかそれから高崎線では貨物線と旅客線が両方並んで複々線を形成しているみたいなことはないので、これはもう本当に東海道線がねこういう優秀な設備を持っているからこそできるゲートなのかなと思います。ちょうど出発信号もつきました。そろそろ出発です。出発ですとか言った瞬間発車メロディーになりましたけどね。
さあ今度は特急湘南6号の出発、4号25号と失礼22号と両方とも6番線からの出発でしたが、この電車が初めての5番線から出る特急湘南ということになります。加速はゆっくり、5番線は本線じゃないですからね。貨物線にしろ旅客線にしろどっちにしろ速度制限がかかるホームですので、加速がかなり遅め、車内のお客さんもほとんどいないんじゃないかな。今さっきだって小金駅が出てたばっかですからね。しかも小金駅の3分前に今度またさらに別の東急シャーツの加古原行きだったかな、そういう電車出てってますんで、もう本当にね何度も言うようですけど、小田原から特急湘南に乗るメリットなんかほぼないんですよ。まあ充電できるぐらい、コンセントが使えるぐらいしかそんなメリットはないんですが、こんな感じでこの小田原を出発してすぐのところで転線し、まず一旦東海道本線の旅客線上り本線に合流、そしてさらにその後すぐに分岐して、そして今度東海道貨物線に入っていきます。この一番後ろの1号車の顔を見てるとよくわかると思います。まず一旦東海道本線の上り本線に入って、そこから東海道貨物線に転線すると。今のでわかりましたかね。ちょっとこれ以上ね僕の持ってるカメラの拡大が効かないので、ちょっとここまでしか皆さんにお見せできないのは本当申し訳ないんですけども、まあ大体こんな感じで転線することになっています。今6時41分の特急が出ていきましたが、次の出発は6時58分です。さあまたさらに次の特急の到着です。次の特急は4番線から、小田原駅のさらに西側早川寄りには留置線がありまして、さっき言い忘れたんですけど、ここにも1本257系が留置されています。この特急湘南8号はその小田原駅に留置されている、その車両が充当されるわけですね。特急湘南8号の東京行きです。ただこの特急湘南8号の東京行き、一応東京行きということになっていますが、しかし通常とは違う東京行きに到着することになっています。というのも実はこの朝の上り特急湘南号8号と10号に関しては、東京に到着する時間帯があまりに もう朝の通勤ラッシュど真ん中ということで、東海道本線のホームでは到着することができず、地下の横須賀総武線のホームに入ることになっています。これなかなかすごいですよね。 E257 系、通常なら東海道本線で走っているはずの特急が横須賀線のホームに入るということで、以上ですね、この特急湘南8号に関してもこれもですね、今までの22号それから6号と同じように東海道本線ではなく東海道貨物線をこの先走行することになっています。だから同じ停車駅に見えてもね、実は全然走行するルートが違うとか、そういうことは結構この特急湘南号では珍しくありません。下りの場合はそんな難しくないんですけど、上りは本当にもう複雑回帰ですね。もうこれなんかすごいですよね。5番線6番線東京方面の発車表、3本シャーツ列車でうち2本が特急ですからね。特急湘南8号の東京行き6時58分発、そしてその後11分後に同じく4番線から24号の新宿行きがあります。すごいよな、こんなに頻繁に特急列車が運転されている JR の路線っていうと他なかなかないんじゃないですかね。私鉄だったらね、阪急とか京王とか京急とかいろいろありますけど、当たり前ですけどこの4番線の発車表、今止まってるのは8号の東京行きですけども、これのすぐ後7時9分にすぐね4番線から別の新宿行きの特急湘南が出ますんで、今ちょっとなんか JR 東日本アプリの案内なんかしてますけども、しかしこの4番線から2連続で特急ですからね。ここ特急専用ホームじゃないんだけどな、特急専用ホームじゃないのに特急が2連続で出るとは一体何事かと、すごく不思議な光景が広がっています。まあ、これも平日朝の小田原駅限定ですけどね。お、今青信号が出ました。さあ今度は特急湘南8号東京行きの出発です。いやーやっぱかっこいいですよね。 E257 系って個人的にはね、やっぱ中央線で走ってる、走っていたの方がいいかもうないですからね。あの0番台武田菱をまとった編成めっちゃ好きだったんですが、もうデビューからなんだかんだ2年経ってますんで、もういい加減見慣れてきました。この車内にもほとんどお客さんはいません。そしてこの先青信号の下にですね、左向きの信号があると思うんですが、よく消えると思いますけど、今消えちゃいましたけど、今左向きに3つ信号がねついていたのをお分かりいただけたでしょうか。今の赤信号の下のところね、これ何かと言いますと、
今あなたが運転している列車はこれから先東海道旅客線、東海道貨物線のどちらに入りますよということを運転手さんに知らせるためのものです。これが左向きに点灯しているとこれが東海道貨物線に入る印、逆に右向きだと東海道旅客線に入る印となっています。もちろん運転手さんは自分の運転している列車がこれから先どっちに入るかっていうのはもちろん分かってるわけなんですが、しかし念には念をということでこのような対策が取られているわけですね。今8号が出ていったばっかりですよ。8号が出てってまだ2分しか経っていないんですが、もう次の特急がやってきました。これはおそらく茅ヶ崎から来たやつなんじゃないかな、ちょっと自信がありません。今度の特急は湘南24号の新宿行きです。もともとねこの列車はおはようライナー新宿24号として215系の運用だったんですが、215系の時と比べて定員はかなり減少しました。かっこいいですね。こんな感じで速度制限を受けながらかなりゆっくりこの小田原駅に入線してきます。もう特快引っかえ、さまざまなホームにもうとりあえず空いてるホームに列車を入れてしまえという感じの状態になってしまっております。こちらも空両編成、前面の幕は無表示の状態で来ましたね。この列車どっから来たんだろうな。僕もねちょっとE25 なんだけど運用を完全に把握しているわけではないので、ちょっとこの車両がどっから来たかっていうのはわからないんですが、どっから来たんですかね。まあ神津かな。神津から来る列車が大半だと思います。神津から一旦この小田原を通り越して根府川まで行って、根府川から折り返してくるものやこの小田原に直接入線してくるものなど様々あり、また特急湘南として小田原を出発した後にも様々運行ルートがありますので、さっきも言ったことかもしれないけど、多分ね出港してから特急湘南の運用が終わるまで2つとして同じルートを走る列車ないんじゃないでしょうか。もう世界に1つだけの話じゃないですけど、もうそれぞれがオンリーワンの存在なわけですね。今停車中のこの24号は今までの特急とは違った運行ルートを通ります。この列車は小田原を出発してすぐに貨物線に入るというわけではなく、しばらくは旅客線を走行します。途中停車駅は神津、二宮、平塚、そして平塚と茅ヶ崎の間、東海道旅客線から東海道貨物線に転線し、そして平塚から先は東海道貨物線に入り、茅ヶ崎、富士山の順に停車します。そして富士山を出ると、次東京都内、山手線と連絡します。大崎までノンストップ、渋谷、新宿の順番に停車していきます。今までの列車はね、もう基本的にみんな東海道旅客線をずっと走っていくか、逆に貨物線をずっと走っていくかの二択だったんですが、しかしこの特急湘南24号が登場して初めて旅客線と貨物線をはしごする、そういう列車が出てきたことになります。時刻は7時9分です。特急湘南24号新宿行きが出発。この電車の行き先を見てみるとですね、青信号の下のところ、このように三灯式の信号が右を向いています。あなたが運転している列車は東海道旅客線に入るんですよということをこれで示しています。運転手さんはそんなことはもちろん知っていますが、しかしちゃんとねこういったところで間違えないように、まあ、念には念をということで、あのような表示がなされているわけですね。お、特急の幕が切れてる。まあ257系もデビューしてもう20年以上経ってますからね、そろそろこういったところ老朽化が出てくるのもまあ仕方ないことではありますが、やっぱりちょっと直してほしいなというのは東海道線沿線に住んでいる人間としてはやっぱり思ってしまいます。また東京方面から送り込まれてやってまいりました。7時26分発特急湘南10号の東京行きです。多分ね個人的には特急湘南号の中でこの列車が一番頭おかしいんじゃないかなと思ってるんですけども、この列車の途中停車駅は、神津、二宮、平塚、茅ヶ崎、藤沢、そして品川、新橋、東京の順に停車していきます。途中藤沢までは東海道旅客線を走り、そこから先は藤沢大船間で東海道貨物線に転線、そしてそこから先品川まではねずっと東海道貨物線やら、それから横須賀線の線路やらを走り、そして品川の手前からは今度東海道本線に戻るということはなく、そのまま横須賀線の品川駅のホームに到着、そのまま地下に突入して新橋終点東京は横須賀線のホームに着くという、なかなか変わった運行ルートを取る、そういう列車です。大船藤沢間で旅客線から貨物線に転線する列車というのは今のところこの特急湘南10号だけ、結構珍しいです。時刻は間もなく7時26分です。まだ25分ですけどね、今度は特急湘南10号の発車、もうこれで何本目ですかね、6本目になるのかな。これでもう
本日小田原を出発する東京新宿方面特急湘南号の3分の2が出ていったことになります。あと3本ですかね。そうですね、あと3本。まあおそらくこの列車に関しても車内はガラガラのはずです。ちょっと逆に激混みだったらそれはそれでなぜってなりますけどね。この列車は東海道旅客線に入りますので、あのように進路表示器は右側を指しています。こんな感じね。本当に寄ってねえな、マジで。この状態で東京とかまで走ってたら大赤字確定ですけど、まあしかし乗車率はそんなに悪くないはずです。藤沢を出発した頃にはね。今の段階では座席上のランプも赤いところがほとんどだと思いますが、しかしもう茅ヶ崎とかね、それから藤沢を出る頃にはまあだいたい車内の半分ぐらいはもう青になってるんじゃないかな。さあまたやってまいりました。これは多分神津から来たやつだと思いますが、特急湘南26号の新宿行き。特急湘南の新宿行きの列車に関しては3本運転されていますが、この26号が最後ということになります。途中停車駅は茅ヶ崎、藤沢、大崎、渋谷、新宿ということで、6時30分、今から約1時間ぐらい前に出発していった特急湘南22号と同じ停車駅で走っていきます。今の警笛は僕に向かってやってくれたんですか。違うっぽいな。普通にこの黄色い展示ブロックの外側にはみ出して歩いていた人がいたから、多分それなんでしょうね。まあ、それがそうだよな、こんなただの鉄道オタクに向かって警笛なんか鳴らすわけないですもんね、サービス警笛なんか。この列車に関してはもうずっと小田原を出発してから終点の新宿までずっと貨物線を走っていきます。東海道貨物線、武蔵野貨物線、品格線、山手貨物線という感じで、まともに旅客線を走ることはないんですよね。いやもうなんかこの東海道線特急としての姿ももうなんか様になってきましたね。もう毎日のように僕特急湘南で見てるので、まあと踊り子でもそうですけど、だからもうそろそろね慣れというものがありまして、もうこの E257 系が青い帯を巻いて走っているのももうなんか日常の光景になってきました。お、ここでさらに下り方面、熱海方面へ特急湘南が1本行きましたけども、 E257 系ね、あの列車はおそらくこの後湯河原まで行って、そこから折り返しこの小田原駅に据え付けられて東京へ向かう特急湘南号だろうと思います。ただいま整列乗車をお願いしております。2列に並んでお待ちください。もうなんかこの発車メロディーもずっとなんかね、1時間と20分ぐらいかな、聞き続けてます。このお猿の籠屋の発車メロディーもずっと聞いてると、もうなんか頭の中で永遠にループして始めるんですよね。なんかちょっとノイローゼ気味になっています。まあいいんですけどね、別にこの発車メロディー好きだから。さあ7時45分になりまして、特急湘南26号新宿行きが出発です。この列車は新宿へ向けてずっと貨物線を走っていきます。この先すぐに小田原を出発して貨物線に入り、そこから先は前を走っている普通列車などを気にする必要はなく、お、ちょうど東海道新幹線と同時ですね。この先青信号の下にある方向表示器は左を示していますので、あなたが運転している列車はこの先貨物線に入るんですよということをこれで示しています。この車両に関してはちゃんと一番後ろ1号車の LED は生きるみたいですね。もう編成によって本当に個体差がありますんで。そしてあと残っているのは8時台の2本だけ。8時台の2本に関しては両方とも東京行きということになっています。さあ次の列車は8時2分発特急湘南12号の東京行きです。4号以来の14両、昔はねさっき出てた10号も14両だったんですけど、今年のダイヤ改正で14両の列車が減らされました。次の出発は4番線から8時2分発特急湘南12号の東京行き。久々の14両です。長いね、ほんと長いですよ。ホームほとんど全部使ってますからね。ちなみにこの時間帯今日はね修学旅行の団体さんが3校かななんかあるらしくてですね、
結構駅の構内も混雑していた様子。僕も中学の時は中3のゴールデンウィーク明けたぐらいだったと思いますけども、専用の新幹線にこの小田原から乗って京都なら行きましたけど、懐かしいな。今からもう4年前、5年前、それくらいになるわけですよね。2017年か、だからもう5年前になるわけですけども、非常に懐かしい。ただその頃のいろいろやらかしまくっていた頃の思い出なんかも蘇ってきて、ちょっとうーんという感じになっています。もうすぐ出るのか、早いね。この列車は14両ということで貨物船に入ることはできません。終点の東京までずっと旅客船を走っていきます。14両とはいえ、この小田原を出発した段階ではかなりお客さんは少ないはずですね。特にこの先頭の14号車なんか誰も乗ってませんよ。付属編成全然乗ってないわ。これ前より5両は5人ぐらいしか乗ってなかったんじゃないかな。後ろ売りの給料もガラガラですが、まあこの先おそらく平塚とかね、茅ヶ崎、藤沢、あと辻堂とかもそうですね、その辺りからかなり乗ってくるはずです。チケットレスを使えば JRE ポイントもたくさん貯まるし、それから通常の切符で買うよりもね、100円安く乗ることができますんで、結構この特急湘南で賢くポイントを貯める人って多いんじゃないかな。でしかも多分通勤の費用に関しては会社から出してくれるっていう人も結構多いでしょうからね。さあ最後の特急湘南14号が到着です。この列車はさっきね、この根府川方面にこの小田原駅を通過していった2257系がその小田原まで戻ってきて、そしてここから直接特急の運用に入るという形になるわけです。さあやってきました、最終の特急湘南14号。8時台とはいえ特急湘南号はこれが最終列車です。まあそりゃそうですよね、あの通勤特急なんで。もちろん下りに関しては東京18時以降に出発し、だいたい1時間から30分おきぐらいに下りの特急湘南は運転されるんですが、しかしまあ狭くても30分間隔で下りの特急湘南は走っているのに対し、こっちに関してはまあ10分間隔ですからね。10分間隔でこんな有料の特急列車がバンバン走っていくっていうのはなかなかすごいことだと思います。もともとこの特急湘南号っていうのは大半の列車が湘南ライナーやおはようライナー、新宿のダイヤをもうそのまま流用しているので、その関係でかなり本数が増えてるんでしょうね。さあリピーターがつきまして、最後の特急湘南14号がまもなく小田原を発車します。そろそろ流れると思うんですけど、まだかな。もうねこのお猿の囲いの橋メロディーもずっと一年中流れてますんで、もうそろそろ聞き飽きてきた感ありますよね。よりにもよってこんな軽快な発車メロディーですからね、通勤特急の始発駅の発車メロディーとしてはちょっとどうなのかなという気もしないではありません。まあいいんですけどね、別にこの発車メロディー好きだし人気もあるので、個人的にはなんかお猿の籠やから昔のメロディーに戻せとかそういうつもりはないですけど、ちょっとなんかこうやってずっと9回もまあ9回以上ですよね、普通列車も出てますんで、ちょっとこれはもうなんか頭でずっとループしてしまってもおかしくはないのかなと思います。現にループしてますからね。この14号の車内も今までの列車と同じようにガラガラです。あ、でもちょっと乗ってますね、ちょろっと。でもそんなに多くはないみたい。というわけで今回はたった2時間の間に9本も連続で発車していくすごすぎる通勤特急、 JR 東日本の特急湘南号についてご紹介してまいりました。他にもね、いわゆる通勤特急みたいな列車は特に JR 西日本管内とそれからこの JR 東日本エリアで多く運転されていますが、こんなに短時間で立て続けに列車がバババってたくさん発車していく光景を見ることができるのはおそらくこの特急湘南号だけだと思いますので、しかも上りね、この朝の上り方面の特急湘南号でしかこういう光景は見ることができないと思いますから、皆さんもぜひ興味があったら、ちょっとかなり朝早いんでね、小田原に全泊するとかそれから始発電車に乗ってくるとかしないとこの光景を見ることができないんですが、皆さんも興味があったらぜひここまでやってきてみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。